はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。フレンドリースクール年長さんですね、小学校受験、受験に悔いを残さないフレンドリースクールの総合対策講座。それでは西荻フレンドリースクール市長近野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、フレンドリースクール、たくさんの子たちのね、受験を応援したいという反面、教室の広さに限りがあって、そうなんですよね。会員さんがね、マックスで13人かな。そうですね。ただそんな中でも毎年、この後ですよね、8月ぐらいになってから、今からちょっと見てもらえませんかって問い合わせが多いんですよ。でまずこのね、小学校受験総合対策、そこで生まれた講座ということですね。そうなんです。外部の方とかでもスポット利用ができる講座、フレンドリーのエッセンスを少しでもね、使って受験までの間、今の教室だけだとちょっと不安なんだけどというところをちょっとブーストしてあげるような講座として生まれたのが、この、総合対策講座です。そうですね。はい、本当にまさに、もうやっぱりこうだんだん受験が近くなると、どうしていいかわからないっていうこともあるし、こう自分の子供がどれぐらいできるのかとか、どういう学校が合ってるのかとか、どうしてもこの学校に行きたいんだけど教室が対策をしてくれないとか、去年なんかそういう例が結構多くて。去年多かったですよね。多かったです、でも多かったですよ。で、少しは席は空けてるんですよね。目いっぱいにはしてないので、はい、行く分、入会に対しての余裕はあるんですけれども、その小学校受験総合対策講座って、これ何がいいかって言ったら、4回取れるんですけども、はい、4回取れてる4回の中で、これから夏期講習も始まりますし、お預かり勉強もありますし、そういう中で、個別がいいって人はもちろん個別も対応するし、やっぱりそういう子たちの中に入って集団でやってみたいっていう方も、でも普段は外部は入れないんですけど、総合対策講座の場合はみんなと一緒になって、ご飯も食べたり、希望があればそこもそれに組み込まれるっていうことで、それでこう4回の分だけ取れるという。で、4回取ってみて、今後またもう4回取ろうかなって言ったら、またそれが継続できる。それからもう一つ利点があるのは、その4回は何曜日の何時何分からですよってことはないんです。そう、もう私たち毎日やってるので、月から土曜だけは休みにしてるんですけれど、みんな疲れるから、だからもう組み合わせはもう無限大という。月から金まで、うちの生徒たちはお預かりとか夏期講習の方たちっていうのは、子どもたちは10時半からお預かりも含めると7時半まで、7時から7時半まで大体いるので、その間の中の、多分外部の子たちはそんなに長いことはできないので、集中続かないからね、だからその中の3時間を、どこの時間から取ってもうちは対応できるっていう形なので、だから日程調整がすごい楽、やりやすいというか、月か水木連続で来てもらっても構わないし、毎週火曜日来ますとか、今月2回来てまたちょっとしてから2回来ますとか、そういった使い方もできると。4回なくなったらまた次の4回更新はできるんですけど、でその中でやっぱりこの4回が良かったから、もう通常コースに入って、で通常コースに入りますと、その中に面接とか願書直しも、正規の正会員は入ってるのでね、だったらそこにもう正会員になりたいっていう方も、総合対策講座からの引き継ぎでみんなと一緒になるということはできるんですね。例えば総合講座を2回やってるって、もう正会員になりたいなと思った場合には、あと2回取りながら、みんな長いですからね、時間だから4時3時間だけ総合対策講座にして、あとは、でもありかなっていう。そうですね。だから通常の体験授業だと1回しかできないけど、さすがに4回通うと、お互いの相性も完璧に分かりますからね。やっぱりフレンドリーの子たちとの相性もあるし、我々との相性もあるし、それでっていうんで、結構去年はそこからの4回やって、
正会員になった方たちは、まあその子たちはあれだったんですけど、でも頑張りましたよね。結構なところにお入りになりましたよね、うんうん、そうそう。だから例えば皆様の、ね、去年とか一昨年とか数年前の話を聞くと、今教室に通ってるんだけれども、どうもなんか本人が馴染んでないとか浮いているとか、あとはその教室が詳しい学校と全くそうじゃない学校があると、でそうじゃない学校を聞くと何も教えてくれないよとか、いろいろね、悩み、それぞれの悩みがあって、この総合対策講座に、来るという感じですね。そうなんです。で、その総合対策講座なんか、特に夏季講習なんかは、まあ、表現力だったり、コーチ性だったり、ペーパーだったりが、もうその中にバッチリ織り込まさってるので、まあ、別に他にたくさん通わなくてもいいし、まあ、結構私たちは神奈川も埼玉も東京もそれから地方も結構できるんですよね、うんうんうん、なのであっちに行ったりこっちに行ったりもしなくていいし、で私やっぱりね、学校ってっちに行ったりこっちに行ったりする、だからいろんな教室ね、他のね、うん、何々教室とかはないからね、そうそう、うん、いくつもいくつ も、 そう、ね、フレンドリーに、そう、西荻の教室で完結するよというね、連れて回ってるっていう、そういうこの暑いのにね、だいたいもう子供たちは朝の10時に来たら夜の7時まではお預かりだろうがなんだろうが、もうずっと、ね、まあ総合対策の場合は3時間ですけどね、そう、はい、やってるのでね、正規の子たちはね、うん、そういう意味ではまあその3時間を経験してからその後どうするかとか、じゃあまた3時間をまた更新してもいいですし、うんうん、っていうのはやっぱりありますね。そうですね、うん、だから本当にこれはもう前も話したかもしれませんけど、ね、受験が終わった11月に何が悪かったんでしょうかってお電話があって、そういったことがないようにということですよね。そうですね、うん、でやっぱり学校って例えばその総合対策講座を取って、まあ4回とか8回とか見ると、まあ大体子供がよくわかるんですよ、うん、どういう子かって。じゃあもうそういう場合には、あなたにはこの学校向いてると思うよ、あなたにはこの学校向いてると思うよっていうのが自然とこう分かるんですよ ね、 意外と教室で言ってくれなかったりもしますもん、ね、言わないですね。だから責任が伴っちゃうんですね、うん、やっぱりこうタイプ違いのところに入ることが一番気の毒かなっていうふうに私たちすごく考えてるので、今でもうちの生徒たちはそういう専門のコース別な授業なんてしてはいないですけど、私ともう一人の年長の先生としては、あ、この子ってやってみたら意外と話の記憶が取れるなとか、じゃあここがいいんじゃないかとか、あ、この子はこういう問題に強いんだなって、じゃあここがいいんじゃないかとか、なんかすごくこうそういう意味ではピタリと当たるっていう、もう経験に基づいた、そうですね、だからみんなうちから行ってる子たちって、ね、はい、会ったところに、うんうん、行ってるのでね、そういう意味ではこの総合対策講座を通してそういうアドバイスもできますし、まあ、ぜひね、ご利用いただければね、もうこれは正式に海の日からスタートっていう、だいたい私たちの夏の外部向けのコースってこれしかないですけどね、そうですそうです、あとはまあ願書とか面接とかそういう単発のものですけど、うん、そういうふうにある程度子どもと関わることのできるコースって言ったら、まあそれが取っていただいて、はい、回数取っていただければいただくほど、まあどこに向いてるかっていうのはだんだん分かってくるんですよね。だからこれまで YouTube 聞いてきた方で、距離の問題でね、興味あったけど通えなかったですよとか、そういった方とかにもおすすめかもしれません。ゆみ先生にも会えます。しんすけ先生にも会えます。そんな中でね、フレンドリーでこれまで学んできた子供たちと一緒に勉強することできっと刺激を得られると思います。で、これ聞いてるとね、あ、じゃあ正解の子たちは落ち着かないんじゃないなって思うかもしれない。実は正解の子たちにもいいことあるんですよ。なぜかというと、この既存のコミュニティの中で学ぶことじゃなくて、外部の子たちとコミュニケーションを取ることって、実際の試験でももちろんね、当たり前ですけど起きることですから、そういったことでね、お互いにすごい利点がある講座なんですね。そうなんですよね。やっぱり、昔、ちょっと前までは、やっぱり外部が入ってくると落ち着かなくなったりするけど、うんうん、これからは、やっぱり広く、まあ、お互いにね、いろんな子たちを知るっていう、
こうよその教室みたいにお母さんがずっとついてきて、終わったらすぐお母さんが引き取ってとか、マジックミラーで見てるとか、そんなこともないので、やっぱり子供はその分すごく伸び伸びとするし、あの親同伴じゃない、うちの生徒たちは親同伴じゃないから、親は朝来たらもう夜まで来ないから、だからそういう中で、あのもちろん対決策講座の方もそうですけど、そういうの中で本当に子どもたち同士のコミュニケーションって面白いんですけど、うん、親を介在しないと深まるんですよね。そうですね。特に食事の時間なんかは我々でも介在しないっていう、うんうんうん、わざわざね、はい、別室でご飯食べるんですよね、はい、一応見えるところにいるんですけど、そうそうそう、同じ部屋内では取らないので、はい、そうすると子どもも分かる、先生もいない、うん、じゃあハメ外すかって、そんなことはないんだけど、みんなですごい会話を楽しむ、うんうん、それってすごく私大事だと思ってるから、このお昼の時間はものすごく大切にしてるんですね、はい、今年はうまく、大変うまく機能してるから感じがしますね。仲いいですよね、うん、みんな ね本当に。そうだから、そういう意味で、まあ、よそにはない講座だなとは思ってます、はいはい、とはいえ、まあ、いつも言ってる通りフレンドリースクールめちゃくちゃ広い教室とかってわけではないの で、数には限りがございますので、興味ある方はお早めに、はい、広くてね、うん、まあ落ち着いてればね、受付もあってね、第4教室第5教室とかあったら素敵なんですけどね、そうもいかないですよね。そうですね、なんか年長 の幼児教室だけ今平和で ね外は小学生がいて、うん、まあうるさいうるさい、はい、まあ一応ねドア閉めとけばそこまで聞こえないんだけど、ね、開けたら、いや何このみんな私学なんで、小学生の子たちが、うん、はい、だからやっぱりもう物ははっきりしゃべるし頭は回るしね、もう、そうね、参りますよね。でみんなもやっぱり宿題が多いんですよ、どこも小学生たちはね、そう、うん、だからもうみんなそれぞれ宿題やってるし、ちゃんとやってるから偉いですよね。そうなんです、うん、で小学生同士もものすごい仲いいので、うん、それでやっぱり年長たちも受け入れてもらえるので、うん、またこうで、特にこれから合宿なんか行くと小学生が結構ついてくるので、そうだから私学のね、あの試験とかでよく聞か、説明会でよく聞かれる異学年交流をね、毎日やってますからね、こう合宿中も小学生たちとやります、年長の人数の倍いますよね、うん、小学生がつい、小学生軍団だね、全員私学の小学生なので、うん、まあもうしっかりもんです、ね、だから、ね、一緒に過ごすだけでなんか小学生っぽさが映るんですよ、絶対そうだと思います、いい意味で、うん、やっぱりみんなその倍率のすごい倍率を駆け抜ね、うん、突破した子たちがね、突破した子たちと一緒に生活するわけですから、一緒に生活をするわけだから、うん、当然だ3泊4日の一緒にいるだけでもう全然でペアもみんな小学生と組むから、うんうんうん、ものすごくやっぱり成長しますよね、成長するっていうか、はい、そういうまあ合宿もあるのでね、うん、そんなフレンドリーにね、ちょっと雰囲気をね、まずは味わっていただければと思います。そうですね、はい、興味ある方ぜひね、ホームページ見ていただいても構いませんし、お電話いただいたらね、丁寧にお対応しますのでね、はい、ご案内しますので、はい、ぜひ連絡してみてください、はい、ありがとうございます。お待ちしております。はい、それでは教室からのお知らせです。今日ご紹介した総合対策講座につきましては、ご覧いただいている、動画の概要欄見ていただきますと詳細が出てまいりますので、ご参考になさってください。その他、小学校受験関係で言いますと、面接特訓であったり、願書添削なども同じく受付をしております。動画概要欄を同じくご覧ください。体験授業も受付をしております。連絡先です。電話番号03-3390-0750番、メールアドレスはご覧の通りです。はい、こちら西荻フレンドリースクールでは引き続き幅広いテーマでお話をしてまいります。皆様からのテーマリクエスト、感想、疑問、質問も大歓迎です。よろしければチャンネル登録や高評価もぜひぜひお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼いたします。